J1 第9節、川崎ゼロのゼロ東京 V4 月20日、ウバンケとどろきスタジアム by 富士通、動画、川崎×東京 V ハイライト J1 の旧富士で東京 V とホームで対戦した川崎において、念願の J リーグデビューを飾った男がいた。今季、オランダの NEC から加入した DF ファンウェルメスケルケンギワだ。甲府のアカデミーで育ち、 オランダのドルトレヒトでプロデビューを飾り、その後もズオレなどオランダで長らくプレー。29歳で今季、初の J リーグ挑戦を選択していた。1月末の沖縄キャンプでチームに合流したファンウェル・メスケルケンは、リーグ開幕直前の神戸との富士フイルムスーパーカップ、丸1対0、で右 SB として先発し、決勝弾を奪うインパクト10分の川崎デビュー。 を飾ったが、その後はなかなか出場機会に恵まれなかった。それでも9節の東京 V 戦でついに嬉しい、J リーグデビューを飾ったのである。この日、任されたのは左 SB。チームは4-4-2でスタートしつつ、前半途中に4-2-3-1に布陣を変更した中、左サイドで高い位置を取るなど、攻撃をサポート。特に光ったのがボールの持ち運びで、 相手 DF 二人の間をドリブルで突破するシーンを見せるなど、対面の敵を剥がすプレーは効果的だったと言える。その点において本人は、鬼さん、鬼木徹る監督が運んでよいとコーチングで言ってくれましたし、海外で SB ははめどころになるので、そこをかわして上がっていくというのは結構よくやっていました。その感覚が少し戻ってきたかなと、 と頼もしい言葉で振り返ってくれた。試合は川崎として12年ぶりとなる4戦連続無得点となるスコアレスドローで終わり、2勝2分5敗の16位、高格圏とは勝ち点2差と、チームは苦しい戦いが続く。それでも背中を押すように、試合後も多くの声援を送ったサポーターへ丁寧に手を振って感謝を示すファンウェル・メスケルケンの姿も実に印象的だった。 彼の目に初めてプレーした轟きの雰囲気はどう映ったのか。厳しい、苦しい中でも、しっかり応援してくれる、ポジティブな声をかけてくれるといのは、なかなかないと思うので、そういった部分を含め、選手たちの力になっていますし、結果を出したい思いを含めて、多くのサポーターが駆けつけてくれた感謝をああいう形で示させてもらいました。明るい性格でサポーターやメディアへの対応も実に親切で、 非常に好感の持てる選手である。まだ一試合のパフォーマンスで評価するのは難しいが、彼が苦しむ川崎の新たな力になる予感が漂うゲームでもあった。取材、モンクロマルホンダケサッカーダイジェスト編集部。